続いての写真はこちらです。はい、出ました。竹井さん、これはいつ頃？高校の卒業式ですね。あ、じゃあその先ほど、はい、ファッションショーに行ったという、そのちょっと先、はい、そうですね、それからちょうど1年ぐらいで、はい、まあ、だんだんこうオーディションとかを受けて、でもまだ全然仕事がなかった時ですね。どうですか、こう今ご覧いただいて、はい、今の自分と比べてみて。まず顔がパンパンですね。私なんか眉毛とかもなんか存在感がないし、なんかちょっと恥ずかしいですね。なんか写真が全然なくて、最近って結構こう携帯で撮るじゃないですか、はい、だから残ってなくて、本当になんか貴重な一枚っていう感じなんですけど。卒業式ですよね。はい、なのでそんなにこうたくさん写真を撮られなかった。そうです、ほとんどそれも携帯で撮ってて、でも今思うとやっぱ現像しとけばよかったな。全然関係ないんですけど。いやいやいや、でもこう本当に今時のじゃあ高校生活を過ごされていた、そんな。そうですね、うん、はい。さあ、とっても素敵ですね。女性でもメイクでもどんどん変わることできますからね。これから写真を撮られる方もぜひね、いろんなこうメイクにもチャレンジして、そしてどんどんとこうデビューすればさらに美しくなっていけるんではないでしょうか。さあ、お二人からねお話を伺ったんですが、今回のオーディションポイントはスマホからでも簡単にエントリーできるというのが特徴となっております。ここまでね、大規模なオーディションで気軽にスマホでオーディションに参加できるというのは新しいんじゃないかなと思うんですが、どうですか、このスマホで応募というのはお聞きになって。え、すごいいいよね。なんか誰でもすぐにできそうですよね。そうそう、チャンスが広げられる感じじゃない。だって私が応募した時は、ほとんどの会社がなんか書類にしてくださいみたいな感じだったんで、スマホじゃダメなのかなって思ってて、今の事務所はスマホで入ったんで、ちょっと視野が広がるんじゃないかなと思います。もうすでに先取りをされていたということで、スマホからの応募であったわけですけれども、やっぱりスマホだと書類をこう時間をかけて書かなきゃっていう、ちょっとストレスから解消されそうな気もしますよね。小池さんどうですか、スマホから。そうですね、なんか履歴書とかってなんか緊張してなんか何回も書き直したりとか、なんかそれこそなんかこうカチッと、なんていうんですかね、もうドキドキ感がもうすごいと思うんですけど、なんかスマホだったら本当メール送るような感覚でちょっと応募してみようみたいな、そう感覚でできると思う。なんか写真とかもなんか家で誰かに撮ってもらうのは恥ずかしいじゃないですか、多分なんかオーディション受けるからみたいな。でもなんかこそっと自分で受けるだけ受けれるかもしれないし、スマホならすごいいいと思います。まあ、たくさん可愛らしい女の子が集まるんじゃないかなという期待感が湧いてくるわけなんですが、今回このオーディション、有名になりたいと思っている人のためにすごい出口をたくさん用意したオーディションということで、グランプリには賞金100万円のほか、今回のオーディションに協力してもらっている芸能事務所のデビュー支援を受けることができるんです。さらにグランプリ以外の方にも協賛企業の広告モデル契約や映画やドラマ、雑誌など各種メディアでの出演ができるという特典もついているんです。この特典、お二人お聞きになっていかがですか。ちょっと受けたいな。本当に受けたくない。すぐですよね。そうですよ。受けたくない。私たちが受けたい。受けたい。でも残念ながら事務所に所属している方はダメなんですよ。もう本当に間口を広く一般の方に向けて。すごいですね、うん、これ受かったらもう本当にシンデレラストーリーというか、うん、ね、夢のような話ですよね。だって事務所に受かってもそこから仕事見つけるのもすごい大変なのに、もう受かったらすぐにってね、すごい。いやー、ちょっとこうお二人の言葉にも、はい、こうこれまで頑張ってこられたね、いろいろ道のりがありますから、うん、こんなにポンポンといろいろと道が開けてしまっていいのかというほどたくさんの出口をご用意させていただいております。スマホで手軽に応募できますから、これだけの特典もありますので、本当にたくさんの方々のご応募お待ちしております。さあ、ガラリと話は変わりますが、いよいよ昨日から12月となりました。
もう今年も残すところあとわずかだなという感じがするんですが、ちょうど昨日流行語大賞も発表されましたけれども、お二人は今年何か印象に残っていることが出来事ありますでしょうか。じゃあカッティさんから。私は壁ドンですね。壁ドン、はい、キュンときましたか。そうですね、うん、なんかそうだな、初めはこう漫画とかで多分流行りだしたんですけど、それが映画にまでなっちゃって、でノミネートされたんですよね。いやすごいなと思って、初め本当にわけのわからない言葉だったじゃないと、何のことみたいな、だけどまあそうですね、若い子たちの夢のようなシチュエーションで、はい、私も憧れます。壁ドンされたい願望ありますか。なんか実際にされたらちょっと引いちゃうんですけど、なんか結構少女漫画とか好きなんで、読んでる分にああいいなってなります。いや本当にいろんな言葉がね、そういった部分からも出てきましたというのがね、本当今年の1年振り返ってみて思うんですが、さあ誰のおかげさんはいかがでしょう。私はやっぱり共演何回もしてるエレキテル連合さんですかね。はい、去年のガールズワードにも出てらっしゃいましたよね。そうなんですよ、はい、出てて番組でもやっぱり一緒になってた、まだ全然売れる前にエレキテルさんが後ろにいて、送迎をしてて、え、何この人たちみたいな、しかも名前が被るんで、そうですよね、そう、それでちょっといじられたりとかするんで、でもすごい嬉しいなと思いました。じゃあこうちょっと急にあけみちゃんって振られたりであるとか、ちょっとなんか2人目合わせちゃうんですよね、どっちだろうみたいな。あ、そうなんですね。じゃあなんかモノマネとかこう振ったらなんかやっていただけたりとか。やらないですよね、やっぱりやらない、はい、あ、やらないですか。あけみちゃんの芸なんで、ええ、はい、ここでも今出てこない、出てこないですね。そうなんですか、はい、見たいですよね。やらないです。やらない、はい、結構きっちりお断りするタイプなんですね。そうですね、はい、あ、そうなんですか。じゃあちょっと終わるまで機会があったら寝てないかななんていうのをちょっと私は期待をかなりの目力でしておりますが、よろしくお願いいたします。さあということでね、期待しながらお話を進めていきたいと思うんですが、さあもう年末年始、これからクリスマスにお正月、いろんなイベントが盛りだくさんなんですが、さあお二人はどんな風に過ごされるんでしょうか。こう芸能人のこう年末年始お正月もう気になるところなんですが、どうですか。じゃあ加計さん、クリスマスですか。クリスマス、年末年始。そうですね、なんか本当にちょっと気の利いたことを言いたいんですが、私結構インドア派で、なんか特に予定もなく、クリスマスは仕事だし、もう終わったら家に帰ってお母さんのご飯を食べてっていう感じで、年末も全く今スケジュール空けてて、なんか家で、まあ、テレビでも見ようかなみたいな、何か寂しい感じです。なんか女子っぽいことは、そうなんか、なんか最近結構クリスマスの予定はって仕事で聞かれるんですけど、なんか別に本当に隠すこともなく、なんか言えないわけでもないんですけど、本当に何も普通すぎて恥ずかしいんですが、そんな感じです。でもまだまだまだ1ヶ月ありますからね、はい、そこから何か生まれるかもしれませんから期待したいと思います。はい、私たちも期待しております。さあ、誰のガルさんはどうでしょう。クリスマスですか、はい、仕事です。即答ですね。全然仕事です。あ、もう1日、おかげさまで。あ、嬉しいことですね。長い収録が入ってます。うーん、朝から夜までの。あ、じゃあ終わってからどっかにクリスマスとか。終わってから女子会をやるんで、そこに入れたら行こうかなと思うんですけど、長い収録の後って疲れるよね。疲れちゃいますね。なんでちょっと多分寝ますね。ちょっと今年私にはクリスマスが来ないんで、はい、ちょっとね、特にもうクリスマスっていうのは忘れてます。忘れてる、はい、